中日ドラゴンズ裏ローテの先発ピッチャーが1軍登録されることで2軍に降格する選手が出てきます。誰が2軍に降格するのか中日ファンの中で話題になっています。せっかく開幕1軍を勝ち取ったんですけれども、そこから降格してしまう選手は何人なのか、そして降格する候補の選手も見ていきます。開幕1軍のメンバーとここからの変更について詳しくまずは解説していきます。開幕1軍メンバーは29人でスタートしています。先発投手は中6日で回ったりしていくことになりますと、登録しておかなければいけないわけですね。一度抹消してしまうと、一定期間1軍に上がれないので、中6日とかで回るとなると、やっぱりローテーションピッチャーは1軍に登録しておかなければいけないと。まあ、そうなってくると、4日から3連戦始まるわけで、投手の枠っていうのが1試合ずつ埋まっていくわけですね。なので先発投手の登録によって2軍落ちするメンバーが出てきてしまうということですね。開幕のメンバーっていうのは、できるだけ野手を多く入れておきたいということもあって、先発ピッチャーっていうのは後で登録しておく、そこから徐々に落ちていくということになるわけですね。そういったことを考えると、開幕6試合を終えて先発投手ローテーション投手が一通り投げ終わった段階で初めて本当の意味での開幕1軍メンバーというような感じになっていきます。では3連戦で2軍に降格する選手は何人になるのか、こちらから見ていきます。2軍に降格する選手の人数見ていきます。現在1軍の登録メンバーは29人です。2023年は特例措置というものもありまして、1軍登録メンバーの上限は31人ということになっています。福谷投手が好投しましたので、これの感じだと抹消されそうになく、しばらくはローテで回っていきそうです。なのでこの後大野投手、柳投手、高橋投手ということで、この3人の投手っていうのも、当然ながらこのまま登録されていくっていうのが濃厚になっています。そうなってくると全員が登録されるということになりますと、メンバーとしては32人になるわけですね。この大野投手、柳投手、高橋投手が登録された時点でメンバーは32人になります。上限が31人ということになると、開幕1軍のメンバーから1人2軍に降格するという流れになってきます。なので1軍のメンバーから1人降格するタイミングとしては、6人目の先発ピッチャーが登録された時点、つまり開幕からの5試合目6試合目このあたりでの登録と、そして入れ替えということになります。では降格候補として4人の選手の名前が挙がっておりますので、こちら見ていきましょう。降格候補の選手として最も名前が挙がっているのがブライト健太選手でございます。滑り込みでなんとか開幕1軍に入ったというブライト健太選手です。ただ開幕3連戦を終えて出番がまだ一度もないんですね。なので、選手としては素晴らしい選手ですし、将来的な期待もあるんですけれども、現時点で1軍の戦力として必要か、必要不可欠かと聞かれると、そこまでではないっていう状況ではあると思います。最もギリギリで1軍に入り込んだ選手ですし、だからこそ降格候補にも上がっているという状況ですね。立浪監督は足も使える、ダイソーでも使える、そして守備もしっかりと守れる、あとは代打で打撃もできると、そんな話もありましたし、あとは声っていう部分もすごく評価していて1軍に登録しているという話がありました。ブライト健太選手はチームの雰囲気を作ってくれるとても貴重な存在だと、そんな話もありまして、こういったところを踏まえると、もしかしたらブライト健太選手は残るっていう可能性も全然あるのかなというふうに思っております。続いて降格候補に名前が挙がる2人目の選手見ていきましょう。降格候補2人目の選手として名前が挙がっているのがアルモンテ選手でございます。立浪監督はアルモンテ選手を4番候補としてもともと期待していたんですけれども、オープン戦では結果が残らないという状況が続きました。オープン戦での打撃成績はチームの中でもダントツ最下位という数値になってしまっていました。ただ開幕3戦目では3番でスタメン出場、そしてチャンスで凡退が続いてしまいました。最終打席ではなんとか二塁打が出てかなり貴重なヒットではあったんですけれども、やっぱり守備走塁ともにちょっと厳しいっていうところが使いづらいところでもあります。ただ立浪監督が3番で起用しているということも考えると、やっぱり期待っていうのがとても大きいというのは間違いないので、降格しない可能性っていうのもまだ残されているわけですね。ただアルモンテ選手を1軍に残しておくと、ある一つのとてつもなく大きなデメリットがあるわけですね。ではアルモンテ選手を残すデメリットについて掘り下げて見ていきましょう。アルモンテ選手を残す最大のデメリットなんですけれども、1軍の登録枠っていうのは31人というふうに決まっておりまして、外国人の出場っていうのは1試合に4人と
ということになっています。まあ、ただ外国人野手とか外国人投手だけを4人1試合に使うということはできないんですね。なのでビシエド選手とアキーノ選手とカリステ選手が、まあ、出るときはアルモンテ選手がベンチの外に外れるとか、まあ、この前はビシエド選手がベンチ外ということにもなりました。なのでアルモンテ選手を残すということになると他のチームよりもベンチ入りできるメンバーっていうのが1人少なくなってしまうんですね。延長戦のこととかっていうことも考えるとメンバーが1人少ないっていうのはものすごく大きなデメリットですよね。延長になって野手がいない、代打出せる選手がいないとか、まあ、そういったことっていうのも十分考えられます。まあ、そこまで考慮した上でも外国人野手を4人残すのか、アルモンテ選手をそこまで入れておくのか、まあ、このあたりがすごく重要な判断になってきます。そしてもう2人降格候補として名前が挙がっている選手がいますのでこちらも見ていきます。降格候補の選手として名前がちらほら少し上がっている選手2人が後藤選手と鈴木投手ですね。後藤選手は加藤翔平選手と少し役割が被るということで、まあ、同じ外野手、そしてまあ守備走塁が上手な選手ということで、まあ、1人でいいんじゃないかなんていう声も上がっています。まあ、ただ特に加藤翔平選手なんかは代打での起用っていうのもありますし、後藤選手加藤選手ともにダイソーでの起用っていうのもあります。なので、まあ、1人選手がいなくなってしまうと守備固め外野できる選手となるとブライト健太選手しかいなくなってしまいますから、まあ、ブライト健太選手が守備固めっていうところになると、まあ、少し不安な部分もありますので、まあ、2人残しておくっていうことで抹消はないかなというふうに思います。そして鈴木投手の名前も上がってはいるんですけれども、鈴木投手の役割としてはロングリリーフというところを期待されています。なので例えば先発ピッチャーが崩れた時とか、あとはまあ危険球ですぐに退場してしまった時とか、まあ、いろんな場面が想定されますので、やっぱりロングリリーフができるピッチャーっていうのは必要だと思いますから、鈴木投手の抹消っていうのもないかなとは思っております。続いて2軍から昇格してくる可能性が最も高い選手と、こちらも見ていきたいと思います。今後のことを考えて現時点で1軍昇格の可能性が最も高いかなっていう2軍の選手としては福本選手でございます。キャンプから開幕ギリギリまで1軍に帯同したんですけれども、最後の最後で開幕1軍勝ち取れず、まあ、かなり悔しい思いをしたというようなコメントもありました。やっぱり打撃の確実性とか、あとは長打力っていう部分がオープン戦ではいまいちアピールできなかったと、まあ、打率としても2割中盤ぐらい、なかなか長打も出ないという感じで、まあ、代打枠としては少し弱いかなっていう印象でした。そして守備走塁っていうところがまだまだという部分になると、やっぱりブライト健太選手の方が置いておいて便利かなというような感じはあります。ただ2軍では現在3割6分、3塁打も出ています。三振4つ、出塁率3割6分、OPS が 0.800 と素晴らしい成績が残っています。ファームでは連日ヒットを放っておりまして、現在調子がものすごくいい選手なんですね。まあ、仮にアルモンテ選手が先発投手と入れ替えで降格ということになれば、その後ブライト健太選手と福本選手の入れ替えっていうのももしかしたらあるかなというふうに思っております。以上です。